皆さんこんにちは、長岡 HR420 桃助です。今日は特定省電力無線のイベントのお話です。今週末1月15日は第25回 UHSCBI ミーティングが開催されます。毎回告知のたびに言ってますが、この UHSCBI ミーティングは冬場のライセンスフリーラジオを盛り上げようという趣旨と、特定省電力無線での更新の機会を増やそうということで開催しています。今回はキー局ね、僕の担当なんですが、予定としては滋賀県米原市の伊吹山1337、メートルでね、運用する予定です。まあこの時期のね伊吹山やばいっすよ。1300ちょっとなんだけどね、かなりのね、厳しい雪山での運用になるんじゃないかなと思います。ただね、今週末ちょっと天気予報がかなり怪しいんですよね。で、UHSCBI ミーティングは天候が悪くても中止ということはしていないので、雨が降ろうと、槍が降ろうと、槍が降ったら開催しないかもしれないけど、まあ、天気が悪くてもね、開催となります。で、まあ、伊吹山はね、ちょっと吹雪いたりとか雪が降ってるような天候だと、ちょっと危険すぎるので、天候が悪い場合にはね、岐阜県不破郡の南宮山の方で、キー局運用を予定しています。ちょっと南宮山になっちゃうとね、更新範囲が濃尾平野周辺だけになっちゃうかなとは思うんですが、まあ、皆さんもね無理のない範囲で天候様子見てね、移動していただければと思います。あとこれも毎回言ってるんですけども、このイベントは11時からのキー局との更新、キー局へのチェックインの時間もあって、まあ、そこではね三角局の把握だったりとか、まあ、情報交換というかね、インフォメーションの場として使ってるわけなんだけども、それはまああくまでね、一つのまあ要素であって、一番メインなのは参加局同士がこの特徴を使ってね、更新してもらうこと、これをねこのイベントの一番の趣旨にしていますので、まあ、11時からのねそのロールコール形式の時間だけではなく、9時から15時の間で特徴のねレジャー3チャンネルの前後、まあたくさん出てる曲いるんで、レジャー3チャンネルで呼び出して前後のチャンネルにね、まあ、映るという使い方がいいかなとは思うんですが、うまくね、まあ、その辺は譲り合って、特徴の方でね、CQ 出してみんなでね更新してもらえればなというふうに思います。今回もですね UHSCBI ミーティングに賛同していただけるということで、広島湾ロールコールの方も開催されます。そちらの方もねぜひ西日本各局は参加してみてください。ということで、今週末のイベント情報についてはフラムのページの方に、告知が出てますので、説明欄の方にそちらの方のリンクを貼っておきます。またですね、当日のキー局の運用状況等々については、長岡 HR420 のツイッターの方でもね、直前情報を発表しますので、そちらの方もチェックしてみてください。今週末皆さんと特賞で更新できることを楽しみにしてます。2エリアだけじゃなくて、ね、全国でぜひ、特賞で一緒に遊びましょう。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。桃チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またこのチャンネルでお会いしましょう。